イタリアで行われた2004年欧州議会選挙のポスター。政党名簿を掲示している。政党名簿比例代表制度は、複数勝者選挙で使われる選挙方法の一種で比例代表を強調したものである。これらは、混合型である小選挙区比例代表連用制の一部としても用いられる。これらの制度では、政党は選ばれる候補者の名簿を作成し、議席は 党の得た票数に比例して各党に配分される。イスラエルなどでは、有権者は政党に直接投票する。そして、トルコやフィンランドなどでは、有権者は候補者に投票し、その票が党にたまる。政党名簿制には2つの主要かつ重要なバリエーションがあり、普通、高速名簿と非高速名簿選挙として定義される。すなわち、 その政党名簿の候補者が選ばれる順番が、党内であらかじめ決定されるか、有権者が自由に決定するかである。政党名簿比例代表制の議席配分には多くの変化型がある。最も一般的なものは以下の3つである。名簿比例代表は、また、様々なハイブリッドに組み込まれる。奇襲生産ラグ方式と最大常用ヘア方式が最も比例的であり、以下。 最大常用ドループ、中性三ラグ、ドント、最大常用インペリアルと続く。配分式が重要であるのと同時に、区域の規模と立候補生党数が同じくらい重要である。区域の規模が大きいほど、また、立候補生党数が少ないほど、選挙制度が比例してくる。名簿式比例代表制の原理は、配分される議席に対して獲得した。 票の比率をできるだけ近く保つことによって名簿が獲得した議席数に比例して議席を配分することである。これは比較的少ない得票の政党が選出されることを可能にする。比例代表名簿式の重要な結果は一人の人気のある候補者が個人票が少なくあまり知られていない多くの党の同僚を引き寄せるということである。また、 その党の同僚が支持が少ないために阻止条項に打ち勝つことができなかった場合、当選した候補者は落選した候補者の代表も務める。例えば、候補者 B が犬税を廃止すると公約したが当選できなかったとする。その時、B によって得られた票が党の同僚 A を助けたとする。そして、もともとは B の公約であったが、A は犬税の廃止を提案する。 名簿式比例代表制を採用する多くの国では、阻止条項が設けられ、阻止条項がなければ、議席を獲得できる得票数を得たとしても、その式を通過することができない、比例名簿には議席が配分されない。阻止条項を設けている国の例を挙げると、ブラジル、スペイン、イタリア、ドイツ、ロシアなどがある。これらの方式は、隠れた阻止条項をもたらすことがある。 ここでは日本の例を挙げる。日本の国政選挙では公式の阻止条項はないが、効力のある阻止条項によって一議席がもたらされている。日本の比例区は異なる人数の代表区に分かれているので隠れ阻止条項があり、それぞれの区によって選出される比例代表の人数が異なる。最も大きな区は参議院全国ブロックの48名で、 隠れ阻止条項はおよそ2%である。一方最も小さな区は衆議院四国ブロックの6名で隠れ阻止条項はおよそ14%である。規模の小さい比例区では大政党が有利である。いくつかの制度では阻止条項を突破するために複数の政党が一つのカルテルに名簿を統一させることを許可している。と同時に カルテルのための別の阻止条項を設けているところもある。小政党は選挙阻止条項を確実に突破するために、しばしば選挙前に政党連合を組む。このリストは、小選挙区比例代表併用制、小選挙区比例代表併立制を採用している国を含まない。ありがとうございます。